日も全力ぶっちぎりマキピロくんとリオでございます。はい、ホップステップ限定ガチャ、はい、はい、こちらの方が実際、開催されます。ました、ました、はい、な今まして、ましてやっぱり低いやんけどさで、今回、正直、スルーしようかなっていう感覚ではあったんやけど、はい、うん、まあ、中にはちょっとどうしようかなって迷ってる人いるやん。まあね、なんでかって言ったら、うん、これさ、全部引こうと思うと、はい、150個いるわけよ、はい。150個って言ったらさ、だいたい1浮き地なわけやな。ああ、そうか。うん、180、はいはい、やったっけ、うん、うん。だからさ、まあ、要は1浮き地です。オーブ30個っていう感じや、プラス。うん。うんうん、だから、今回じゃあその一受け地を入れるかどうかって迷ってる人もいるやろし、はい、で一歩間違えるとミニパがあります、はい、でそこでモンスニュースありますよね、はい、コラボの発表がある可能性もあると。可能性もありますね、はい、だから特にまあちょっと今オーブ使うのはっていう人とかもいると思います、うん、はい、で10連だけ引こうかなとか、ね、ああ、うん、いるだろうね、はい、まあ、そんな人もいると思うので、うん、まあ、実際ねちょっとまあ一枠で例えば紙引きしました、はい、そうしたらあじゃあ自分も紙引きするんやって引いちゃって、うん、後悔するような結果になるといけないので、うん、今回はもう4枠引きます、うん、でオーブがじゃあそんだけあるのか、ありません、ありませんな、はい、カツカツですな、はい、キリッキリです引けんの、はい、なんでもう最初からもう1ユキチ全部入れます。4枠分4ユキチもうこれで検証はい赤赤あもうこんなもう覚悟の上やで、まあ、今回ねやっていこうと思います、はい、今回俺が言い出したんでもう俺が全部出しますんで、ありがとうございます、はい、ということで早速検証の方やっていきたいと思います。高評価だけ頼むわ全力マジでしゃあ、はい、ユキチ飛ばしました。飛ばしましたね、盛大に飛んでったねヒュー、はい、ということでじゃあ早速引いていきたいと思います。はい、まあ10連目やね、最後ここ引く人結構おるような気するからね、うん、うん、で最後だけ限定確定なんだよね、はい、うん、10連でかあの限定出たらでかいね。おお、つかみになるやつだね。ちょっと待ってちょっと待って、確定ってことは限定キャラクターってことやろ。バナーに出とるやつじゃなくて、わからん、どっちなんやろな。まあそれも楽しみや、うん、楽しみや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 。え、最後か。あ、バナーじゃない、限定キャラってことか。そういうことやな。まあ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 、とりあえず1限定や、うん、でも10連で限定出たよ。20連目、はい、オーブ20個飛びます。すいませんそれは絶対よ。え、静かに言ったなと思って。でもラファール持ってない人からしたらね、嬉しいよね。そうやな、まあ、とりあえず限定少ない人は、うん、まあありなのかなっていうところもあるよね。うん。あら。いや、星力の配置率そんな良くねえな。そうね。これ爆死も全然あるよね。星のままでいきます。お、私の言うこと言霊になるからやめろ笑いらんねえ今回。あ、そうだね、ガチ検証検証という名のちょっとなんか変動出ろって変わってるから俺だってユキチ突っ込んでんねえで、ね、その部分はさ、ね、やっぱなんかしたくないもんね、なんかなんかなんか、ね、おーいおーいいらんこと言うから。ああ、あれ、私めっちゃ変わんねえ。あ、そしてないやん。これキュインキュイ来たらどうなの。キュインキュイ来たらバナー、わからん、分かったで安心しやそうなんやけど普通に疑問に思ったうん、なんかよく見るな。うん、40連目や、早っ、あと20連。え、限定今んとこ1体、1体てか星6も2体かでも限定何体も出るってパターンもあるもんね。そうやな、まあそのために今ガチャ引いてんねんけどな。そうそう、 なんか出てきたね、だっけこれ、何やったっけ、アニメに出てきてたよね。そうそうそう、いや、これは駿河堂、これはちょっときついな。
最後です。おお、限定。さあ何引っ張ってくる。やけどさ、限定行くまでに150個普通に失うんやろ。そうね。でも、あ、そっか、150個で限定ゲットできたらでかいんじゃない。あ、まあ確かにそうや。言うてみれば30連でゲットできるみたいなことか、うん、そう、強キャラね、ここで出てたな。最後はこいつ枠なのね。途中拾わないか。あー、ソロモン。そうやな、こういうのもあるよな。まあ重心か、でどうなるかやな。ただ俺この結果知っとって、これ1万円で買うかっつったら絶対買わん。買わんわな、うん、いやまだ一赤目やから。はい、はい、とりあえず一赤目こんな感じです。はいはい、二赤目です。はい、いきますよ。どうぞ。まず10連目、さっきこの10連 で限定出たからね。こっちも引っ張ってきたら10連目は引く価値あるかもしれんってことやね。いきますよ。爆死しろ。何そういうこと言うの。今日そういうのじゃないでしょ、検証でしょ。はい、爆死しろ。違うでしょ、自分でさっき言ったんやんか、ね、さっき俺も爆死したいんで爆死しろ。止まんじゃねえぞ。おかしいやそれ。あ、何て言うこれ、名前出てこん。限定なし。あ、そうやね、うん、限定持ってこんかったか。じゃあ20連目星でもまだやね。いやー、星6もうちょっと出てもよくないって思うな。少ないね、うん、いきます。あー、まあパラパラで取ったのはあれか、24%の時か。さすがにやっぱそんな感じにはいかんね。 12% やもんね、これ確か。あー、止まった。はい。あー、使わないなー。オスカー使わないなー。微妙なキャラの引きやね、こっちといい、こっちといい。あーんと、推薦だっけ、うん、あー、なんか微妙な人たちが、微妙な人たちが。でもまだ限定出てないね。次、星玉かもしれない。30連目まだ爆死ないな。そうだな。はい、来い来い。うん、いやー、やっぱ諭吉入れたからには限定を。最近の声な。あ、お、はい、ちょっと待って待って待って、なんでめっちゃ出んな最近。私何体持っとんのこれ。おにぎり。あ、大さん、ちょっと出すぎじゃない。うわー、あー、いい引きでやけどね。これあれやんな、フィリップ。そうそうそう、うん、最近ね、重心か貝貝貝じゃないか、貝だよね。言うの悪くはないけど限定ではない。あ、まあ星玉言ってなかったの、そういえば。あ、ほんまやな。では星6はそこそこ出とんの。そうやね、うん、爆死もしてないし、キャラいない人にはいいかもしれんけど。40連目心当たりでちょっと怖いな。います。はい、さっき結構出たもんな。いやでも30連のオーブでって考えると、まあ結構引いてるけど、うん、どうなんやろな。いや怖い、この、あー、お、お、はい、あ、ジャスミン。あー、てか結構星6出とるよ。なんかこれは出とんな。ねえ、ゼラール源さん、うん、出とるね。じゃあこのラストいきますよ。あ、違うわ、星玉や。来ませんね、はい。最初から諦めてるから。ここで来てほしくないの、わかる、うん、このガチャでは来てほしくないから。うん、いいよ、これでいいよ。いきます。これでいい、これでいいよ、今回はいいよ。はい、いや、その前にはなんかちょっと力入れてた。ちょっと、その割には来てほしいのけど、来てほしくないっていうね、複雑なおじさん。あ、誰だっけこれ、ハデスじゃない人の技。おじさんと3文字つながり。ラスト
さあここで何引っ張ってくるかやな。よだれてた。おい今から美味しい思いをするのか。私ルナ欲しいの。はあ、どっちも持ってないからね。あ、なるほどね。いきます。頼むぞ、いいの引っ張ってこいよ。限定3枚抜きとかしてもいいよ。限定ってめっちゃおるからな、枠めちゃくちゃおる。途中拾ってくるか。ワトソンか。あ、止まった。はい、思ってなかったのか、こっち。名前出てこんわ。フォルテか。あ、なんかそんなような人。え、はい、はっ。あ、そっか、びっくりした。でかいハって出た。じゃ一瞬星4かなと思ったな。確かに星4感はあるな。ワールドワールド。あ、持ってなかったっけこっち。てかめっ、あー、そうくる。あー、でもアカウント的にはハズレじゃないんじゃない、この引き。そうやな、そんだけボロボロ出とったら。すごいね。まあこうスタートしてそんなに立ってないっていうのは、うん、うん、まあ良さそうな気もしてくるね。うん。こんな感じでした。折り返してきましたよ。なんかさ、え？もうなんかガチャ引く前に受け地入れんのがすごい嫌。わかる。すごいわかる。すっごい嫌。もうこの杖でテンション下がんだよ、俺。あんまないからね、こういうことね。ない。うん、あんまり良くねえな、これ。テンション下がった状態でスタートしちゃうから。いいじゃん、それ以上下がることないでしょ。まあそうだけど、そうだけど上がるしかないから。はい、じゃあ参ります。はい。あ、星玉は…いかんわ、学生へんわ。神になりすぎる。こっちメインやかやからね。なんかいいの欲しいね。いや、止まらんとは思うで、さすがに。ここ止まらんか。うん、止まったらマジ熱い。サナダ。ああ、バクシではなかったけど、サナダさんか。オンリー。オンリー。あ、つい星玉行きます。キュンキュン来るかもしれないね。さあ、20連目。確定して1回だけどな。そうやな。途中拾ってないけど。違う、限定だってできない。そうやな。はじめのラファエルだけか。うん。あと最後と。ああれ。あれ。星玉。え、安定。おお、リバティ。ここでリバティ。全然嬉しくない。うん。30連目。リバティはきついな。アンドロさんとか出たらでかいね。アンドロメダ。誰と思って。じゃあ限定が出たら確かに大きいんやけど、うん、ちょっと限定の排出率少ないな、うん、しかも限定ってめっちゃおるやんか、うん、あれもね、ああ誰だっけ、名前出た、松じゃなかったっけ、違う違う、あのまんじゅうまんじゅう。40連目、少ないな、出とる数的には。なんかええキャラ引いてるわけでもないしな。そうやね、ここで使えるみたいなのがないね。ちか、俺のアカウントはな、マルドゥーク。おっ、カエサル引いた。でもカエサル拾ってきたやん。でもこれ最後やね。さあ、これで何が出るか。神になりすぎる。途中拾えるかもね、見どころやね。これで確定出て最後だけね。そこの確定。おかしいやろ、それ。ふざけんな。
周遊が。あーあああ。うわー。このパターン。セオバ。あ、この人どこで使うの？あと拠点でちょっと使ったかなっていう。これはきついね。厳しい。サラストですよ。はあ。なんか微妙いいかも微妙ってきとるでいいかもしれんけど。分からんね。ガチャ運の悪いやつは聞いてもどうせガチャダメだぞってことかこれ。とりあえずいきますよ。これにかかっとるな。これがどういう結果を残すかによって変わるな。俺は今泣きそうやわ。10連目いきますよ。さあここで、はい、取ってきていいよ。さあ何が出るかな。私は避けたい。止まった？止まったってことは、はい、ああ持ってなかったね。カタカナの人やな。マルドゥーグだっけ。カタカナとしか覚えてない。あ、え、これ限定じゃない？不備来犯？うん、そうやな。はあ、アブドゥーグや、マルドゥーグじゃない。ちょっと間違えた。ちょっと似とるなこれ。ちょっと待って。ちょっと書き間違えたぐらいの。はあ、あ、これすごいな。20連目。まあ、不備来犯も使うか使わないかって言われたらちょっとあれだけどな。まあね。キンキ24やな。そうやね。うん、いきます。はい。今、ネオがおるからな。ああ、そっか。私、ネオも2体目欲しいんだよね。1体しか持ってないから。お？え？はい。ああ、シノ。ああ。あ、そっか、こっちは持ってないか。アルファ持っとるけどみたいな。そう、あ、しかもサーブはこれ何体か持ってんで。おお、5個。うん、そうね。なんか微妙。はあ、あ、星玉いくね。30連目やね。いきます。大丈夫か。大丈夫じゃないよ。静かやな。いや、テンション上がんねえよ。全然テンション上がんねえよ。なんかごめんなさいやね。いや、ざまーとか持っとるよ絶対心の中で。持ってないよ、そんなことは思ってないよ。タンポポ、うん、あー厳しいね。星玉屋行くよ。はい、来るな来るな来るな。よし、もう来てしまえ。いやいや、ここでは使いたくないから。いきます。はい、さあなんだ。はい、え、さっきも見たか。どんな確率。2体目。いや、おかしいだろ。40連目。あ、てか、あ、それこれもね、カーム。そう、カームもね、欲しいよね。1体だけだっけ。4体、ね、俺が持っとるだけやな。いきます。そっか、カームこうやって枠に入ってくんねんね。はい。いや、でもカームが出る確率ってものすごい低いで。そうやな、限定でもないしな。うん、何も演出なかった。あああああ、40連目で来た。ラスト、最後や。これで何か、あれや、ルナ、ルナ欲しい。いきます、ラストやで。5枚抜きとかしちゃっていいよ。はい、あー怖いな、この10連。途中止まっていいよ。あ、タイ持った人。島津さん、タイ持っとんの。止まれ。いやあ、無理。ただ持ってない人からしたらでかいけど、限定が2か。そうやな。そうやね、うん、初めて最後か。こんな感じでございます。はい、ということで今4枠引き終わって、はい、まあ、結果見てみたら、うん、
正直言っていい、はい、スルーやな。スルー絶対スルー。これはめっちゃ後悔してるもんな。ものすごい後悔してる。だって一受け地でこのキャラクターあげますよって言われたら、うん、買う？いや絶対買わんやろ。いや、うん、そうやなっていうことやん結局。 あの普通に例えば全然キャラ持ってないとしても、うん、やっぱ使えるキャラクター欲しいわけだから。それはね、うん、でそれやったらちょっとここを手出すの危ないな。そうやねって思った。うん、うん、だから基本的にはおすすめせえへん、うん、これやったら、来月のガチャとか今開催されてるアルファガチャとか あっちに回した方が俺はええと思う、うんうん、だからとにかく限定キャラクターって幅が広すぎて、限定キャラクターの中でも使わないキャラクターって結構いるから、うんうん、だから今回のこの四遊吉飛ばしたガチャ結果の報告は、はい、基本するおすすめ、うんうん、まあ、引いてもこう10連とかもう限定オーブ150個使うだけの価値は俺は正直ないと思います、うん、はい、ということで、よければじゃないな、何どうぞ高評価の方よろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画を超えて終わりたいと思います。それで皆さんせーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。何やろ、今までの中で一番嫌な諭吉の飛ばし方やわこれ。バサラとかよりも。だってさ、持ってない、所持してない初実装の限定キャラクターのために、うん、今まで出るまでガチャとかで、そうやね、うん、こう諭吉を飛ばしてきたわけや、はい、今回は持ってるにもかかわらず、はい、ちょっとした興味本位っていうか実際どうなんやろう、でもそうやって思ってる人多いよな、しゃあない、もうそうやったら俺やろうかと思って今回やったけど、うんうん、言うてなんかいいキャラちょっと引けとったらさ、そうやな、まだ救われるというか、こう引いてよかったなっていうね、ちょっと思うやん、うん、全然思わんもんな今回。なんじゃこれ。ああって言うても俺はもうちょっと星6の確率がいいとか、限定キャラクター途中でポロポロと出るかなとかちょっと思ってて、まあ、使う使わんにしてもまあまあ各2、3ぐらい引けるんかなとかちょっと思ってて、いや全然やな。そうね、これあかん。マジあかん。罠。あーよゆきち、みんなこうなるからね、気をつけてね。